荒木駅前郵便局は、福岡県久留米市にある、郵便局である。民営化前の分類では、無周廃特定郵便局であった。住所、郵便番号830-0062福岡県、久留米市荒木町白口3001-55前身は、現在地の荒木駅前から約300メートル正方の、荒木三佐路交差点に面する位置にあった。 集廃普通郵便局の久留米南郵便局である。久留米市に編入された旧筑宝町の区域について郵便物集廃業務を行っていた荒木郵便局、大前寺郵便局の内大前寺郵便局の集廃業務を1968年に廃止し、そのうち久留米市内の業務を筑宝郵便局に遺憾の上1970年に解消。 局種別改定したもので、周廃世帯数約1万世帯、郵便ポスト数28、局員約50人を要していた。館内に発着する郵便物の輸送については、久留米郵便局との間で、自動車による局間伝送便が設定されていたほか、荒木駅との局駅受け渡し便を介して、鉄道郵便輸送も行われた。 荒木駅での郵便物受け渡しの廃止後はもっぱら自動車輸送となった。久留米市内の郵便物集廃体制の再編に伴い、1995年10月に集廃業務を久留米郵便局に移管して無集廃局となり、同時に普通郵便局から特定郵便局へ局種別を改定した。 その後、荒木駅の駅舎建て替え、駅前整備を機会に1997年12月に現在地に移転し、荒木駅前郵便局に改称した。周廃業務は行わず、窓口業務のみ行う。ありがとうございます。